시작이 되었습니다. 그래서 이 기구 맞춤이 원하는 위치에 들어가야 합니다.
Yeah!
材をですね、裏からの攻めっていうのも結構いろいろなところが打てるんで、使ってみるといいと思うんですけど、裏に入ってくるのが一番近いわけですよね。それから、スッと入って、下がる手が相手の手元が上がってくれれば、胴に入る手もありません。相手がこの時に打ってくれば、裏からの攻めに変わることができます。結構裏の技って、日頃あんまり裏を攻められたことがない人って多いもんですから、割といろんな簡単に変化を引き出すことができますから、裏からの、ね、攻めて入る、攻めて作るということも、バリエーションの中に入れてみると面白いかなと思います。だからそこから自分が何をやるのかっていう、技の戦略を考えておかなきゃいけないですよ。で、今のは、これからやるのは、しの字面です。さっきの反対側で、職人の場合から、裏に入って中心を取ります。ここで相手が手首を返して押さえ返していったやつを下から抜いて、ひらがなの C の字のように抜いて打つわけです。ここから裏に入ります。まっすぐですね、横から打たないです。ここから裏に入りながら中心を締めます。帰りを狙う。
なんていうのかな、表よけよりも若干オーバーだ。オーバーにあのこれ左側がちょっと開いちゃうくらいのオーバーで、あんまり自分の余計からしないでしょうけど、このぐらいまでこうやって避けてみてください。いいですか、完全に自分の面をブロックするというか、こういう形ね。で、ここのこれを打つ。いいですか、だからちょっと入って、斜めに来ないと今度は当たる。はい、ちょっとそういう試合をお願いします。はい、Oh!
でない、遊んでない。はい、次。今のは予備練習なので、次が本番です。次は、ベンフェインとコテ。アーンとベンになります。ベンフェインとコテのコテを出してください。こういう感じですね。今のはコテから、ストレートに行きましょう。今度はトンバから行かないと、多分前が詰まりついてる。こういう形ですね。ベンフェインとコテ、アーンとベン。はい、Hurt!
使ってます。市内操作難しいですし、まあ、僕は小柄だから割とできやすいんですけど、大柄の人は歩幅がね、僕みたいに短い人違うんで、多分調整つきにくいと思うんで、足を小さくしてやってください。面フェイント、固定を打ちます。それを裏よけします。裏よけして、次にこっちの面をフェイントしたら、表よけにチェンジしてください。Thank you.
首を返してストレートに目を打ちます。なので入ってたら一段入ります。一段入ったところで、これでここで
됐어. 됐어. 됐어.